その中でも、まあ、チャーミートの、脂身の、繊細な美味しさというか脂濃くない、脂身の美味しさと、あとはまあ肉質がすごく柔らかい、味が濃すぎず薄すぎず、なんかいろんな料理にも合わせやすいという、そういう点がチャーミートをすごく気に入っている点です。チャーミートを購入された時に調理する際のワンポイントのアドバイス、例えば機材であったりとか、はい、火加減とか、はい、そういったところを教えてもらえますでしょうか。はい、ですね、あの火の入れ方なんですけれども、あんまりちょっとあの加熱しすぎると、どうしてもあのせっかく柔らかい肉質が硬くなっちゃうので、まあちょっと余熱で火を入れるっていうのがすごく難しいんですけども、まあ、そういった感じであの火を入れすぎないっていうのと、あとはまあ味を濃くしないっていうのがポイントかなと思います。